いやあ残念だね負けちゃったねむちゃくちゃ良かったね相手のピッチャーねビシバシだったもんねいやあなかなかね手足が出ないしかしチャンスはね作ろうとしてたうんいやあいやまあ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 ああいうことしてたらね遅れないとかねいろいろねちっちゃいところ振り返ればいっぱいあるんだろうけどいやあ涌井さん この間やられたからさ今日こそはっていう感じでね来てたと思うんですよねいやまあ、でも涌井の魂を感じられた、えー、ピッチングだったと思いますねえあの校長の、うん、ドラゴンズ打線も今日は鳴りを潜めちゃったよねやばいしょうがない切り替えて言いきましょうよ、ねええー、力負けしてるわけじゃないですよちょっと負けただけ 行きましょう。期待します。イケイケドラゴンス。